皆さんこんにちは、中庭秀夫と申します。大人のための学びコミュニティ、学びの森の代表をしております。私は、この学びのコミュニティで、コンセプトを聡明な人になろうと考えました。私にとっての聡明な人のイメージは、知識や教養があって自分の考えをちゃんと持っているけれども、でもそれを人に押し付けるわけではない。そして、自分の考えをしっかり持ってるけれども、人とぶつかることをせず、人の考えも尊重して、引くところは引けてっていうバランス感覚を持っている人。また、常に、自己の、尊重というか、自尊感情を失わずに生きていける人だと思っています。そのために、学び、例えば何か辛い出来事が起こった時にそれをどう捉えたらいいのかなとか、落ち込みそうになった時にどういうふうに考えていったらいいのかなっていうことを学ぶことで、そういった聡明な人になって楽に生きられる、人とも仲良くできるっていうことがあるんじゃないかなと思っています。その、私の考えに共感してくださる方と共に学び合える場を作っていきたいと思っています。具体的には、講座を開いたり、グループセッションで自分の悩んでいることを相談し合って、あ、そういうふうに考えればいいのかっていう解決の糸口を見つけていったり、そういった場にしたいと思っています。皆さんももしこの考えに共感いただけましたら、学びの森のコミュニティに、入っていただきたく、よろしくお願いします。